んにちは。いい天気ですね。大丈夫だね。大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫。全然大丈夫。こんにちは、平山茂です。今日は7月11日、セブンイレブンの日ですね。日曜日です。皆さんこんにちは。私がいつもですね、僕がいつもコンビニのトイレですね、コンビニのトイレをお借りした時にいつもやってることというのをですね、ちょっと実践したいと思います。まあ、コンビニのトイレはですね、結構まあ不特定多数の方がね使うトイレだと思うんで、やっぱどうしてもね、この足元、こういうこの辺りが結構、まあ、男性が使った後は特にですけど、こう雫がね、雫が、まあ、この今のトイレは非常に綺麗なトイレなんですけど、ここがねやっぱどうしても汚れるんですよね。だから僕は基本トイレ借りる際はですね、掃除します。今結構トイレに消毒とか置いてあるところ多いんで、まあ、消毒がなくても、まあ、トイレットペーパーちょっと多めにくるくる巻いてですね、こうシュッシュってやってこう濡らして、まあ、便座拭くこともありますけど、まあ、台をするときはね、でもそういうときは大体こうやってことが多いんですよね。今日はまあほとんど汚れてないんですけど、でこういう感じで、次の人のために大丈夫。こうするとね、次にね使う人が気持ちよくねトイレできるんで、ぜひやりましょう。さあ、明日も張り切って頑張りましょう。大丈夫ですよ。大丈夫。大丈夫ですからね。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。明日はロト6だよ。